2022オートバックスーパー GT ラウンド8モテギ GT300 キロレースグランドファイナル GT500 タイヤスモークが上がりながら今スタート。さあまずはゆっくりとスタートしていくが、スタンレーがいいスタートになっていく。ここは順番は大きく変わらなさそうだ。さあそしてカルソニックが来てるか、カルソニックとウェッツ、いやそしてカルソニックの横からウェッツがもう一回来ている。さらに ARTA がスクリーンスピン、 ARTA スピン、なんと3号車にドライブスルーペナルティーです。うわーこれは痛いと。あそしてリアライズ、これ500のリアライズが止まっている。見てみましょう。でこれリアライズがいて、その後ろのホッピー、うん、あ詰まった。あこれ、セーフティカーですね。さあレース再開。さあカルソニックちょっとベルトランバゲットタイヤスモーク上がった。さあこれは松下狙っていけるか、サイドバイサイド。さあベルトランバゲットちょっとミスがあった。ただここでうわスイッチしてインサイドに入る松下、松下のバルオーバーテイク3番手。これでチャンピオンの権利はアステモになる。いやただここの立ち上がりのトラクション90度コーナー、インサイドはカルソニック、ベルトランバゲット取り返した3番手。これでチャンピオンの権利はまたカルソニックに戻る。カルソニック入った、はい、カルソニックエネオス前だった。さあスタンレーはどうだ、スタンレーのが前か、スタンレーが前だ。そして出てくるところがどうか、前これ、ただまだタイヤは温まってない、はい、これがクラフトスポーツ。あれクラフトスポーツがウェッツの前に出ている。うわこれが高星がオーバーテイクするシーンですね。いやもうこれ意地でも抜きに行ったパターンですね、坂口瀬名を抜きました。何が何でもチャンピオンを取ってやるって気持ちの表れですよ。アステモが入りました。スタンレー行く、カルソニック行く、カルソニック、カルソニックの後ろか、エネオスの前、いやエネオスにも行かれる。さあエネオスが前出る。でクラフトスポーツがアステモに追いついてきましたね。アウトサイドからブレイク勝負、アウトサイドで回っていく、インサイドを守る塚越、高星並びかけた、前は高星か。さあここからのストレート勝負 MSX、 それとも Z か。うわランナップが前にいる。いやうわここはステモか、前にいるからね。さあストレート次1コーナーに向けてどうだ、スリップに入る、アウトサイドからいく、アウトサイドからどうだ、かぶせてくるか、前に出るか、高星どうだ。ただインサイドは塚越だ、塚越が前だ。ただここはレッドブルトのサイドバイサイド、大湯と宮谷とも ARTA も来てる、大湯も迫る。さあ ARTA のオンボードです。あスリップ入ってますね、ブレーキ入る、さあターン5突っ込んでいくか、入っていけない。いやでも見事な宮谷ともオーバーテックですね。おっとゼントに抜かれたか、なんとゼントに行かれている。おっとさあ並びが来るか、アステモちょっとトラクションかかりが悪い、高星が前か、4番手クラフトスポーツ高星。いやー今一瞬の隙を見逃せなかったですね、ただ切れた走りでないな。ただチャンピオンはこの2番手のカルソニックがなんと27年ぶり。さあまずはこの最終戦モテギ、優勝はスタンレー、そしてその後ろカルソニックが27年ぶりチャンピオン。すごい、まあここ数年ね GTR で苦労してね、かなり苦労していたんでね、この新レギュレーションになってからまあ満を持して投入した Z 大成功ですね、はい、共に初チャンピオン、そしてレース勝利はこのスタンレー、去年の第4戦のモテギ以来の今シーズン初優勝ということになりました。結果見ていきましょう。スタンレーが最終戦を飾りました。カルソニックは2位でフィニッシュいたしましてチャンピオン、 ARTA が8位、13台の完走です。シリーズランキングでは平峰バゲットが 70.5 点でドライバーズタイトルを獲得。